安倍総理大臣はゴルフ三昧だった10日間の夏休みを終え、今日の閣議から本格的に政権運営を再開します。10日間、気分転換もできましたし、すっかり、体のコンディションも整ったんで、明日から、また国政に全力投球したいと思います。カップに近づけたいところ、今打ちました。なーっとグリーンの外からカップインダブルボギーで、18番ホールを終えました。安倍総理は夏休み中に6回ゴルフを楽しむなど、10日間の夏休みでリフレッシュしました。今朝東京に戻り公務に復帰します。安倍総理は早速今週末から中東アフリカ4カ国を訪問するほか、来週からは消費税率引き上げの議論を本格化させることにしています。